スギチャンネルのスギでーす。はい、ということで本日は、9月の28日月曜日、16時45分でございます。ということで、本日も20分の、Vlog、雑談ですねしていきたいと思いますので、ぜひ20分間、お付き合いいただければなと思います。よろしくお願いいたします。ぜひこの20分間楽しいなと思ってくれた方はチャンネル登録グッドボタンしていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということで今日は9月の28日月曜日ですよ、週始め。ということで今日はもう何の日かって言ったら、もう私杉はですね、一応こんな身なりしてますけども、ディズニーリゾートが大好きなんですよ。でやっぱディズニーリゾートといったらね、もう今日オープンの新エリアでございますね、ニューファンタジーランドが本日オープンしました。本当は4月だったかな、4月11日ぐらいにもともとはオープンする予定だったんだけれども、残念ながらね感染症を拡大してしまって、2月の29日から臨時休園して、その後7月1日に確かオープンかな、再開したんだけれども、一応ね感染拡大を防ぐためにはちょっとこのまあそういう新エリアとかも、改めてっていうことで、ずっと延期状態になっておりました。で、今回、4,5,6,7,8,9 なんで、まあ、約半年、遅れての新エリアがオープンいたしました。で、待望のね美女と野獣のアトラクションが完成してオープンしたと。いやー非常に楽しみですね。まだ乗ってないんですよ。一応物語、映画の物語の、その名シーンをこう追っていけるっていうアトラクションらしいですね。で、あとはベイマックスのハッピーライドっていう、まあなんか、なんていうんだろう、アリスのティーパーティー的なティーカップに近いのかなっていうような感じなんだけども、なんか動きがね、まあだいぶ面白そうだなっていう感じなんで、まあちょっとね落ち着いてから乗れればいいかなと思ってます。ぜひ、まあ今日乗った方ぜひ、感想ね、もし見てる方がいれば感想、入れてくれると嬉しいですね。ということで、本題っていうのかなっていう感じに行く前には、まず今日のエナジーモンスター、しかもビッグ缶です。これが500入ってんだっけ。そう、500入ってんのよ、エナジーを500、しかもモンスターっていう割とちょっとガチめのねやつを500ぶっこんじゃったっていうやつね。はい、モンスター、もうなみなみということで、ね、今日から週始まりました。頑張りましょう、1週間。俺も頑張ります。ということで、お疲れ様でーす。話したいこと盛りだくさんだからちょっと急がなきゃいけないんだけど、今日ね9月28日いやもうその前にまず今日もうなんかねバタバタしたのよ、帰り。いつも乗ってる電車の時間に間に合わなそうで、久しぶりにね、職場から駅までちょっと本気で走りました。もうしかもマスクしてるじゃん。マスクしてるから超苦しくて、で電車の間に合ったの。電車間に合ったんだけど、もう一人でなんか電車の中で
こうマスクがさ、みたいなさ、みたいな感じで、で汗もなんかさ、今日なんかだからちょっとベタついてんだよね。ちょっと恥ずかしい、恥ずかしいな。ちょっと抑えます、汗抑えます。だからもう汗超だらだら垂れてきてさ、ちょっと恥ずかしいなと思いながら帰ってきて、で多分それ乗らないとちょっと5時にギリギリになっちゃうのよ、撮るのが。だからちょっと余裕持ちたいから、その時間に乗れるようにちょっと頑張ってるけど、でコーロンモンスタービッグ缶でもうゴクゴクいけちゃう、もうダッシュしたから。で、そのディズニーのね新エリアオープンしたことによって、ものすごい量のあのディズニーのグッズが出たんですよ。新グッズがめっちゃ出たので、まあその中であの欲しいなって思ったものはいくつかあるんだけど、まあ厳選して、買おうと思って、あの朝の7時から7時45分までの間は、年パス持ってる方だったら、ディズニーアプリからなんとグッズが購入することができるんですよ。で、これには一応ちょっと決まりというかルールがあって、ディズニーランドの年パスを持ってる人だったらディズニーランドの、もの、まあ共通のものとディズニーランドで売ってるもの、ディズニーシーの年間パスポートを持っている方はディズニーシーのグッズ、と共通のグッズが買えるんですよ。だからあのダッフィーとかを買いたい人はディズニーシーの年パスを持ってないと買えなくて、新しい、ニューファンタジーランドのグッズを買いたい人はディズニーランドの年間パスポートを持ってないと購入ができないんですよ。で私共通のパス年間パスポート持ってるので両方とも買えるんで、とりあえず今回はそのニューファンタジーランドのグッズで欲しいものを買おうと思って、朝7時にあのやったのよ、あのあれをね、ちょっとあの画面収録したんで、ちょっと見てください。これでもうね、この時間がもう7時になっちゃったの、これ7時になっちゃって、でもうカートにはね入れてたの、6時45分ぐらいで見たらもうカートに入れることはできたんだけど、もうご覧の通りですね、ただいまアクセスが大変混み合ってますっていう状態がもうずっと続いて、うわーってこのショッピング、バツショッピングバーツみたいなのをずっと繰り返してて、まあこうなるだろうなとは予想したんだけど、全然いかない。本当はもうちょっと余裕持って7時ちょっと前からスタートみたいな感じでやりたかったんだけど、俺もなんかもうバタバタしちゃってドキドキしちゃって、でもう7時になっちゃった、やべっつってやったんだけど、ずーっとこんな感じ、ずーっとアクセスが大変混み合ってます、アクセスが大変混み合ってますってなって、全然ダメだった。もうこれダメかなって思って、で押した瞬間にこのミッキーがポンってちっちゃく上がってくると思うんだけど、このミッキーがポンって上がってきて、それがこうちょっとローディングの画面なんだよね、マークなんだけど、このミッキーがポンってなった時にちょっと長くなったら多分先に進めんだけど、全然こうやってミッキーがポンって出てきて速攻で出てくるのよ、ポンっつって、でこう一瞬ね読み込み中みたいなとかが出てくるの、長くなると。だからこれいけると思って、もうやればなんとかなると思って、ほらキャキャこうやっていけるのよ、いけて、でもカードカードっつってこうやってもう入れたの、入れてあるからもう購入手続きっつって、購入手続きで、この購入手続き押してんだよこれ、
この色がさふわってちょっとこう白から淡くなるでしょ、水色っぽく消えるかなみたいな、これ押してんだけど全く動かない、全くで、うーわと思って、え、どういうことどういうことと思って、でも俺ここで諦めないでずっと押してればいけたのかなってちょっと思って、ずっとこうやって押して、これ超連打してるからね、これあのポンポンポンみたいな感じだけど、俺もう画面こうやってから、ね、待ってて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 てつってこれてててててって言うけど、その連打にはあんまり反応しなくて、ずっとこのポンポンポンみたいな感じで、これ絶対いかないわと思って、ここで諦めないでやってればいけんのかな、ずっとやってんのこれ、ブル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 つって、でこれ一回ちょっとあれしなきゃダメかなと思って、こう戻って新たに行かなきゃダメかなと思ったんだけど、この朝7時だからさ、仕事の準備とかもあるじゃん、でもすっごいもうバタバタしてて余裕全然ないしさ、うおー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 みたいな、早く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 みたいな、でこの1日のその販売の注文の制限みたいな数が決まってて、それに到達しちゃったらもう年パスだろうがなんだろうが、終わっちゃうんだよね、年パスの時間の注文制限が、もう超えるというか到達しちゃったら年パスでも終了、もうこれで一回戻るの、一回戻ったらもうこうなったのよ、でうーわと思ってダメだと思って、で仕事にも行かなきゃいけないし、うーわダメだと思って諦めたの、いやもうちょっと時間ちょっとだけ時間経ったらいけるかもと思ってやって、そしたらこれだよ、終わってん、でこれがね7時19分だからちょっとね10分15分ぐらい置けばいけるかなと思ったんだけど、もう全くだね、注文上限数に達したため本日の販売は終了しましたっていうことで、残念ながら28日に購入することはできませんでした。いやー買えた人は羨ましいね、うん、おめでとうございます。まあ、ちょっとね明日も挑戦してみようと思います。ということでようやく本題でございます。まあ、本題っつってもね、まあ、大したことないんだけど、久しぶりにね本買ったのよ。最近全然本って買わなくて、なんか一時期は漫画をすごい買ってたんだけど、漫画ももう全然読まなくなってきちゃったりとか、雑誌とかも全然読まなくなってきちゃって、もうそのなんていうの、紙、その要は冊子っていうものみたいなのに対して全く触れる機会がなかったんだけど、土曜日かな、土曜日にちょっと買い物、あ、じゃないわ、雨だから、すごい連日先週雨続いてて洗濯物すごい溜まっちゃったから、洗濯回してもう乾燥機かけに行こうと思って、で乾燥機かけてる間にちょっとフラッとその辺散歩しようと思って外に出て、乾燥機回してる間にちょっと、あ、じゃあそういえば近くにブックオフあるから久しぶりにブックオフ行こうかなと思って、ブックオフ行ってなんか安くて面白そうなのがあったら買おっかなと思って、小林がいた、でまず見つけたのがこれベックっていう漫画なんだけど、ザ・ガイドブック・コンプリート・エディション、
月刊マガジンで連載していた、音楽漫画ですね。結構有名というかね、面白い。結構で俺の中ではかなり面白い漫画なんだ、好きな漫画なんだけど、俺全巻、持ってるんだけど、これの、ストーリーに登場する、実在するアーティストの、話だったりとか、あとは CD、この漫画の、会話の中で出てくる曲とか、それのいきさつみたいなのとかっていうものが、こういろいろ載ってるんですよね。であとは使用されてるギターだったりとか、ベースだったりとか、そういうのが載ってて、あ、ちょっと面白いなと思って、買ってみました。なのでちょっと気になったやつ、気になったアーティストだったりとか、CD とかをちょっとこうピックアップしたりとかするのに非常にいいなと思って、買いました。で、これなんでまた買おうかと思ったかっていうと、100円だったんだよね。100円、100円ならいいやと思って買いました。で、しかも、基本的にこのベックってバンドの漫画なんで、基本ロックとかの、CD とかアーティストがいっぱい載ってるので、それもまた面白いなと思って買いました。もうモンスター飲みすぎてゲップが止まんねえ。で、もう一個、その日にもう一個買ったのがこれ、扉のデザイン。これがね、結構まあ前の本なんだけど、15年ぐらい前の本なんだけど、簡単に言うとですね、雑誌とかの、見開きの広告とか、ですね、そういうのがいっぱい載ってるやつなんだけど、なんで買ったかっていうと、ちょっとサムネイルをもうちょっと勉強しよっかなと思って、買いました。で、他のこういうやつ、これは次の日に買ったんだけれども、デザイン、見せるデザイン、語るレイアウト、これも同じ感じで、雑誌の見開きだったりとか、こういうふうにこれを主張させたいんだとかっていうのが載ってるものなんだけれども、その色であったりとか、まあカラーリングとか、あとはまあそのデザインっていうものに対して、別に俺はその専門家でもないし、学校行ってたわけでもないし、別にこの IT っていうか、まあパソコンのグラフィックだったりとかっていうのに関しても、別に全く知識がないから、それをじゃあ一から勉強しようと思った時に、何から勉強していいのかもわからないし、いわゆる教科書みたいなやつを読んだとしても、多分理解ができないんだよね、単純に。なんでかって言ったら、これどういう意味なんだ、これの言ってる意味は何に対して言ってるんだろうとか、どういうこう内容なんだろうっていうのを詳しくちょっとでもかじってれば、ああこれはあれに通じてるんだとか、あれのことを言ってるんだとか、あれを経てこうなってるんだとかっていうのが多分わかると思うんだけど、そういう予備知識すら全く知らないし、基本知識すら全く知らない人間が急になんかハウトゥー本みたいな読んだところで、結構なんかリスク高いというか、多分頭に入ってこないだろうなと思って。だから少しずつ、まあ、こういうもう元々あるものだったりとかを見本とかお手本にして、ちょっとずつ自分の中に知識として入れていった方がいいなと思って、こういうのを買いました。あとこれね、日本グラフィックデザインの探求ってことで、これもなんか日本人の、
デザイナーの方たちですねの、まあそのやってきたものがいろいろチラチラチラって載ってるんだけど、こういうのも、まあ、ここまでねすごく CG だったりとかグラフィックだったりとかっていうものを駆使はできないけれども、まあ参考、まあ、色味であったりとか雰囲気であったりとかっていうものの参考にはなるなと思って買いました。で、こういうやつって新品で買うとめっちゃ高いんだよね。これが定価がですね2800円、2800円です。レイアウトスタイルシリーズの4巻は2800円、こっちが2600円、こっちがまあ1200円ですね。だから単純計算で新品で買って6600円ぐらいしちゃうんだよね、この3冊で。3冊で6600円で、これも1000多分200円ぐらいするものが100円で、こちらには200円、210円、こっちが370円、これも確か370円だったんで、締めて1000円ぐらい、全部で1000円ぐらい、1000円ちょっとぐらいですかね。で、まあちょっとこの初っ端から一気にこう飛び級でねバーンって何か勉強しやみたいなってやると、俺多分頭悪いからすぐ潰れちゃうから、そういうのはそういうとこからじゃなくて、こう自分なりにこう考えられるとか参考にできるものからこう参考にして作っていこうと思って、買いました。ちょっとずつね、今までのサムネイルとかも変更しながら、ちょっと勉強したりとか、勉強っていうかね、自分なりのこう見せ方みたいなのを作れたらいいなと思ってるので、まあちょっと楽しみにしていただけるといいなと思います。ということで、あっという間に20分過ぎてしまいましたんで、今日はこの辺にしたいと思います。というわけで、以上スギチャンネルのスギでした。ご視聴ありがとうございました。またこの20分間、楽しみにしていただきたい、この20分を楽しみにしてくれてる方とか、また遊びに来たいなって思う方はぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。なので、チャンネル登録していただければ、であと通知ボタンもね、あのベルマークを押していただければ、次が20分やったよって教えてもらえるんで、ぜひよろしくお願いします。ということで、次金曜日なんだけども、ちょっと金曜日は予定があるので、今週金曜日は申し訳ないんですけども、動画の配信はありません。なので、次回は来週の月曜日ですね、月曜日にお会いしましょう。また来週、じゃあね。